ってみましょう。じゃあビーカビーカチュウ、めっちゃリアル。めっちゃリアルピカチュウ。なになになに、え、なにこれ VR じゃん。ピカチュウ、ピカチュウの VR。 お、なに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 、お、え、起きたらもうピカチュウが、お、ええ、声は、あ、ないか。ポケットモンスターの世界へようこそ。私の名前はオキド、みんなからはポケモン博士と慕われておるよ。なるほどね、はいはい。うわ、もう最初のポケモンじゃんこれね。え、ポケモン川柳でお別れじゃん。お、かわいい、うん、すごいね、夢の中にいるね、沖田博士です。いやー、なんか、死後だったらやだな、これ。お、あ、姿、おー、いいね、キリッとしてますね。女の子、あ、女の子こんな感じね。いや、まあまあ、これでしょう、やっぱりベースの、これが一番いいよね、ベースのね。うん、あ、あ、いける、あ、いけるかね、加藤って言うんで6文字いける。まあ、いっか。はいはい、キリッとしてるね、なんか主人公ね。え、誰、あー、ライバルね、ライバル、なんかモブみたいだね。なんだろう、ライバルね、シゲオだっけ、あれシゲオだっけ、シゲオにしとく、俺シゲオなの、シゲオにしとこ、シゲオに。こんなんね、考えてもよくないから。はい、片手で、片手でやんなきゃ。はい。孫じゃねえの、お前の。大木戸の孫じゃないの、今回ライバル。おお、ピカチュウなんか急に来るね。うん。はいはい。あ、しげるか。しげおにしちゃった。長島、長島かな。あ、レッツゴーって言った。レッツゴーって言った。よっしゃ、しげねえ、サトシじゃねえから、こっちは。あ、りょうにしとけばよかった、名字でやることはない。え、これが俺の体。めちゃめちゃ喧嘩してんじゃん、顔。一体どういうことだ。おいはいはい、あー、世界を見る、はいはい、こういうのあるね、旅立つ少年の。いや、そうじゃないね。 あ、ピカチュウいるじゃん、ピカチュウ。ふわふわのピカチュウぬいぐるみだ、いいね。あれは傷薬は茂雄から。おお、はいはい、あ、なるほど、え、これで、え、めっちゃいいやつじゃん、しライバル。おお、来た。あ、レポート、これでレポートできる。あ、ID ナンバーこれでございます。3000円持ってる。え、これ完全にその赤緑の、あー、同じ音や、同じ音。え、どういうこと。あ、カテヤニだ。よっしゃいっしゃい、お前クズ入っとるやないか、お前欧米ちゃうぞ、ここは。あ、自分も入ってる。な、どうした。あ、うんうん、え、あー、なんか初代のあの嫌な感じなやつじゃなくても最近のそこそこ仲いい感じなのね。やっぱ前時代的なのかな、大木田博士の研究。やっぱ孫じゃねえんだ今回。シャウシャウシャウ、これなんか倒せばとか言ってる。倒すの関係ないのか、まあいいか。よしよし、
今日はね、この7時からは別に全然あの別の実況があるんで、これ男の子が旅立つ映画やってるんじゃない？あーやー、僕ももう行かなきゃ。いいですね。えい、お母さんちょうどいいですね。お母さんいいな。ちょっと肌が濃いな。それもいいね。スーパーボール入ってるよ、サントアンヌ号みたいに。いや、初代の感じありますね。赤身のリベースでアニメに寄せる。多分151匹とかなんじゃないですか、このポケモンって。違うのかな、違うの、違うの、教えて教えて。スタンドバイミーやってんのいいよね。うん、マッサラ、マッサラタウン、タウンマップくれお姉ちゃん。あ、お姉ちゃんこんな感じなの。うん、あ、いいね。あ、シゲオとお姉ちゃんの、え、違うわ、シゲオだけ、シゲオの写真だ。いいね、なんか音楽がこの初代の音楽をすごく良くした感じで、ここではね、多分けど3つの家しかない町。いい年っぽいけどな、お前どこ見て話してんの。お前オーソリティ、うん、かわいいな、女の子。はいはい、よし。え、いねえの。ちょっとちょっと、うん、いねえんか。え、どうしたらいいの。微笑んで悲しい。え、大木博士いないってそういうこと。悲しい。え、これおにぎり。あ、おにぎりじゃないか、ローラーか。え、どうしたらいいのこれ。あー、あれか、あの外で出ろってやつね、初代と一緒ね。ねえ、あの御三家じゃないんだね。御三家はどっかで手に入る系かな。あ、家具の力ですげえの人。入れなくていいから家もうちょっと置いてあってもいいよね、マサラタウンね。あ、いるいる。めっちゃ襲われてる。あー、違うわ。リンチされてんのかと思った時。おかげでお前たちのことがまた少し分かったぞ。いいね。お、過去ではないか。うんうん、あげるのしちゃったな。よし、あげる。あ、大谷さん、大谷育恵さんじゃん。ええー、戦うの。なんでよ、かわいい、珍しい。うん、お、練習しよう。なるほどね。おいおい、あ、これを、うん、これを、おいおい、全然ダメやん。え、おい、グレイグレイ、よっしゃー、ゲットだぜ。大谷さん手に入ってよ。大谷さん入ってんの、この中に。うん、上出来、いいね。お、なに、あ、制御できない系、制御できない系。これ元気、お元気ね。え、そんなことある。え、そんなことある。あれ、3つある。あ、ピカチュウここに来たってこと？そうよ。すげえな、お前。いいとこ収まったな、お前。
ね、面白いね。こんなとこ収まりに来るやついないもんね、なかなかね。うん、ここで別のやつ取ったらどうなんのっていう話じゃない？なあ、しげよ。こっちじゃない、ダメなのね。そういう自由度は今聞いてないよね。はいはいはい。うわー、なんか質感がすごい、この人のリアルで。え？あら、かわいい。おー、りりしいな、お前。あー、指の匂い嗅いでる。クソバいね。かわいい。あー、いいね、チャーもいいね。かわいいね、大谷さん。かわいいね。おお、僕のものになりましたよ。出たり入ったり、出たり入ったりじゃの、出たり入ったりじゃの。ガチュー、大谷さんにする。大谷さんまで、大谷さんは嫌だか。大谷さんは嫌だな。僕ね、あんま名前変えないんですけど。大谷さん、いや、名前変えない変えない変えない、名前変えない。あの、以前小学館さんでやってたアニメの脚本をやってましてね、主人公が大谷さんで、僕はその声優さんがこう入ってブースの外で聞いてたんですけど、大谷さんが差し入れを持ってきてくれて、プチシューくれたんです。プチシューですって言ってくれて、大谷さんがプチシューっていうことって、ピカチュウって言ってくれたのとほぼ同意だと思うんですよね、僕はね。だからプチシュー、聞いてなかった。何、あ、もう始まってる。これは、これ何、これ。あ、後ろにいる。お、何、あー、まだね、まだこのピカチュウバージョンみたいに一緒にやるやつだ、これで。今顔じっと見てるから、まだ、あ、かわいいな、歩く姿。かわいい、めっちゃかわいい、これ。何これ、かわいい、見てる、めっちゃ見てる。あーらら、おー、なんだ、え、何、ジジイの、ジジイのシャツ着てるな、大木田博士。なんすかそれ。あー、ポケモンズか。はい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 、ハイテクだね、科学の力すごいね。ジジイのシャツ着てるな。はい、うん、なるほどね。うん、もうジジイすごい自虐的なこと言う。うん、よかったな、しげるの感じなかったから、もうしげおにしてよかったかもね、逆にね。はいはいはい。はい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 。行こう、ピカチュウ行こう。ん？かわいいね。おお、お母さん。あら、ねえ、かわいいでしょう、うちのピカチュウ。そう、自分でね。あらららららあらら、ら、元気ね、お元気ね。うん、あ、たぶんお母さんくれんの。うん、まあ、くるぶししか見えてないんだね、ピカチュウ。お母さん大丈夫。うん、行こう、ピカチュウ。これはレッツゴーなわけですね。よく意味分かってないけど。おお、すごいすごいすごい、瞬間です、ボン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 。いいねいいね、バニラみたい、バニラのクリームみたい。いいね。さあさあさあ、ポッポとか、え、でもボールとか持ってなくない？ボールとかねえの。うん、あ、そんなか、何もくれない人になっちゃったのか、あんたは。じゃあレベルも上げながら、どっかで気づく。あー、いるいる、なんか、めっちゃいる。なにこれあったじゃん。背後取ったぞ、背後取った意味ある。にゃ、うわー、すごい。え、あ、これ分からんだ、これ。
こればっかなんだ。戦闘ないんだ。はいはいはい。え、経験値？あ、レベル上がった。はい。うん。はいはいはい。経験。40金。手持ちね。どういうこと？どういうこと？あ、なるほどね、避けるわけね。はい、はい、ナイス。はい、あ、野生のバトルないんだ。野生はじゃあ捕まえまくってレベル上げてトレーナーと戦って感じ。よっしゃい、めちゃめちゃレベル簡単にレベル上がんねん。お、電光石火、ナイスナイス。あ、まあまあまあ、そう。あ、じゃあ結構サクサク進むんだね、これいいですね。謎の草いるじゃん、かわいい謎の草。はい、あ、グレイグレイ、いいね。はい、何これ、めちゃくちゃ楽勝じゃん。どんどん仲間になる。はい、はい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 、素晴らしい。人を襲わないんだね、じゃあこの辺のポケモンって。え、めっちゃいるけどな、もういらなくない？なんなら、じゃあ、おい大丈夫かお前。なるほどね、これ草とか関係なくない？草からでも出てくるのかね。え、あれいらないよね。え、どうしたどうしたどうした？うん？何見つけたの？お、ズリの実、ズリの実もらったね。ありがとうね、ピカチュウ。おお、いいポケモン連れてるじゃん。あ、いいよ、そうしようよ。さあ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 、トキワシティ、お得な掲示板、川を見るジジイ。うん、あ、そう、あ、ロケットがいる、かっけー。武蔵の後ろ姿めっちゃかっこいいな。よしよしよし、とりあえずいろいろ話していこうね。うん、めっちゃキレてんな顔。あ、ジェントルマン、ジェントルマン。うん、あー、やっぱターン、あ、これターンアップ。回復する必要もないな。あ、ラッキーいる、かわいいね、ラッキーかわいいね、ラッキー。これで Wi-Fi かな、 Wi-Fi のあれかな。よしよしよし、さあポケモンのお店、ね、知らない。よし、いいでしょ。え、なになになに、どうしたどうした。あ、お花畑、なになになに、ピカピカ、おいおいおい、ピカピカが、あ、花の香、かわいいな、お前な、おい、花の香り変えとったんか、お前かわいいな。うん、あ、なるほどね、おい、おい、いいよいいよいいよ。うん、うん、まだ変えないのかな。あ、もうこれテレポート、めっちゃサクサクじゃん。マジか、あんな早くダウンさんやれば早く帰れるよっていう情報までくれたのに、こんなサクサク。うん、どうしたどうした、ピカピカ。うん、どうした、あー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 、サトシ状態、あららららら、肩乗りねえ、西川肩乗り、お届け物
なんか特注のモンスターボールだっけ。あ、イーブイなんだ君。シゲオでもイーブイ使ってそうな見た目してんな。え、これさ、自分が女の子だったらライバルも女の子になるのかな。ズリのみまたもらえたね。美味しそうね。ほらほら、本当にそうやって、もう本当にそういうとこあるぞお前。おいおいお前、ちょっとお前そういうとこあるぞ。よしよしよし、いいね。これないよ、いつもずっと置いてんのか、なんかかわいそうだよね。なんか何かもらえるみたいな裏技流行ったよね。そんなことありさ、湯飲みある。人のメールを勝手に読むなって。お前人のメールを勝手に読むな。よし、ん、どうした。おっ、おどうぜ。あ、この後ろのお尻のピカチュウかわいいね、めっちゃ。これをずっと見てたいね。これかわいい。おー、かっけえ戦闘の。あー、ここは全く一緒なんだ。いいね、しげお。イーブイかわいいんじゃない。イーブイも、あ、これかわいいね、かわいいね。よしよしよし、なるほど、いいね。さあ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 、まあまあ自分で、え、自分 1.2 倍でしたっけ、自分のやつって。あ、まあまあまあ、電気ショック連発でいけるでしょ。おい、自分は電気系統だから。あ、何した。うい、ショパカーンじゃない。1回ぐらいね、麻痺して動けなければ勝ちよ。えい、泣き声かわいいね。うんうん、まあ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 、攻撃特攻だっけ、電気ショック。関係ない関係ない、敵だね。よしよしよし、えい、はいはいはい、動けませんね。広いな、あれ。 1.2 倍じゃなかったっけ、自分の属性の攻撃って出した。あー、いいね、かわいいかわいい。特防1上がっただけ。あ、いやいや、他にも上がってるのか。特に特防が上がったのね。えい、あ、 1.5 か。え、どっちどっち、 1.5 か。 1.5 って結構じゃない。え、弱点が2倍？どうだっけ？忘れちゃった。うん、ドキドキ勝負しようね。うん。いやー、おー、めっちゃ可愛い。まあ、もうついてくんのも可愛かったな、でも。あー、どっちもいい。どっちもいい。あ、なんかいる。どうした？うん。乗せちゃってて。いいでしょ。おお、お姉さん。うん、いや、ピカチュウ、ピカピカ。おお、キルキマンだ。あー、かわいいね、ピカチュウ。おー、あ、触れ合い、触れ合いかな、じゃあ。あ、え、 ZR。 え、あ、え、どこにある。あ、こうか。この鼻から頭へのライン、鼻から頭へ、お腹は、あー、めっちゃ動く。顎下は、あらららチンチン、チンチン、あはははチンチンケア、チンチンケア言うのね。しっぽはしっぽ、しっぽ、おお、いや、しっぽやだのね。いいね、いいね。え、なに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 、もう肩を撫でよう。ねえ、おお、なに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 、
昆布決まった今。いやいやもっとめちゃめちゃ撫でよう。めっちゃ撫でよう、もう撫で配信しよう。ビビ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 ビねえねえ、もうチャイチャーチャーねえ、田村健二みたいなチャーいただいてますね。ポーズも田村健二みたいなね。今ねえ、ガシマンは嫌われるの？え、ダメなんだ。ちょっとずつ下に行ったらどう？太ももとかからね。おお、どう太ももらへんからこうちょっとずつチンチンに。いいか言ってね。いいか、まあ、こんなもんかな。どう？これ何？おお。うん、なるほど。服って言ってたよね。バッグに入ってるのかな。違うか。え、でもいいのかな。服、様子を見る。おお、ウィン。うん、あれ？どうやって変えるの？服。なんだ？手持ちポケ。一緒だね。わかんないね、こればっかりは。ちょっとでもこれさ、レベル上げとかなきゃいけないね。うん、エッチな展開なかったね。ああ、間違えた。ああ、違う。なんで？あ、真ん中やってるのがいいんだっけ。ああ、全然ダメだ。お着替えトランプってアイテム、あ、そんなのあった。はい、ボールも少なくなってきてるのかな。はい、一回見てみる。お着替えトランク、あ、これか。うん、帽子あんの。あらららららららかわいいね。あらららららら、なんか太ったやつみたいになっちゃったね。あらららららら、いいですね。まあでもいいか、レベル上げは。またあ、なんかいる。フレンドリーショップの人じゃん。うん、ありがとうさ。うん、ねえ、ズリの実、あ、ズリの実をあげて、確かにより仲良くなるみたいなこともできるのか。よし、戦おうぜ。あ、目があった。うん、発売直後のゲームが経費で買える会社、これもう個人で買ってます、これ。フォールアウトもこれも自分のお金で買ってます。よし、かっけえなお前、背後。あ、全開してる。レベル上がったから。なんか間抜けですね。えい、どうじゃ。あ、かわいいね、これ。OK。
さあ、タイチ。ああ、モサーボールも割れた。なんで？そんなこともあんだ。グリーンバージョンと一緒というより多分ね、ピカチュウバージョンじゃないのかな。